キットナップツアーは、角田光代による、児童文学小説。理論者の人気作家や文学セットシリーズより1998年11月に、刊行された。別居中のだらしない父とちょっぴりクールな小学校5年生の、娘とのひと夏の、誘拐旅行を通して、父子の絆を描く。第46回産経児童出版文化賞、富士テレビ賞。 第二十二回路某の石文学賞受賞作。二千三年七月に新潮文庫より文庫化されている。および二千十六年に NHK 総合で放送された単発ドラマ。主演は妻吹里氏。夏休みになり、小学校五年生の春は失踪中の父に誘拐される。父は春を人質にお母さんと何かの取引をするが、春は久々に会った父の 誘拐に心を踊らせ、様々な場所へ泊まり歩くうちに、父と心を通わせてゆく。夏休みドラマとして、テレビドラマ化され、NHK 総合にて2016年8月2日の19時30分から20時43分に放送された。主演の妻吹里氏は、本作で初めて父親役に挑戦した。妻夫木聡インタビュー、キットナップツアーで、 父親役に挑戦。tvlifewebhttp:/www.tvlife.jp:/pickup:/73842 ありがとうございます。